YouTube で髪の毛カラーとかを染めたりとか、あとモーニングルーティンションを開催とかすると思うので、ぜひそういう需要のこだわりみたいなところを伺えればと思っていらっしゃっていただきました。よろしくお願いします。貞子さんはアーンって読んでいただいたことありますか？あ、本当ですか？ありがとうございます。ちょっと今回アーンにご出演いただくんですけど、8月末発売の方で、おすすめ大賞っていう美容で一冊丸ごと特集を組むようなものでご出演いただくんですけど、ちなみに貞子さんは普段どういう美容グッズを持ち歩いてるんですか？
本当アイラインは引く派なんですか？あ、引くんですね。ツヤツヤを保っているヘアオイル。1枚テストから切ります。さたこさんが思うファッションみたいなの僕も今噛み締めながら、まあ、あんまりこう怖いポーズっていうよりは割とこうファッションとかビューティーみたいな感じで撮れればいいなって思ってます。はい、振り返っていただいたりとか、まあ、いわゆるこうファッションみたいな動きで、途中でしゃがみも入れたりとかしてバリエーションを撮っていけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。うん、はい、やっぱ生前はダンスとかされてたんですよね。はい、ですね。はい、常にやっぱどこからしさがあるのか、うん、もうやっぱそうですね、テレビから色からだけじゃないんだろうっていう、スポットライトを浴びているからとかすごい素敵で、うん、そうですね。初めてで編集部ちょっとざわざわ。あのタバコに行って